はどっち行けばここか。まったくよ、今夜はどうなってんだかよ。さっきまでずいぶん長く停電していたから妙だと思ってたらよ、上でマッコール爆破テロが起こったって言うじゃないか。酒かっこいいながらニュースを見てるよ。突然店を追い出される、たまんねえよな。スラム街って感じ。酔っ払っちゃった、手作りカクテル美味しいんだもんな、きついんだもんな。ぐちゃぐちゃ、高田のババみたい。いや、私のいた大学がこんな感じだった。駅に行くと血だまりみたいな赤いさ水たまりができてて、マジ人が倒れてんの。私本当に朝からやばいもの見ちゃったって思ったら、向こう側に赤ワインの瓶が落ちてて、なるほどねって。高田の馬場周辺はやばい。そう、スラム街みたいなもん。その通りである。いや、早稲田そんなもんよ。マジ。みんな酒臭いの。血じゃなかった。赤ワイン。めっちゃ美味しそうな匂いした。